はい、皆さんこんにちは、ワンダリングリフィッシュです。今回は信長の野望創造戦国立志伝小野正嗣でのプレイ続きをやっていきたいと思います。まあ、前回ですね、今川の大軍勢がこの小野領地に侵攻をかけてきたんですけども、すでにですね、こちら乙葉城を失陥しています。残念ながら。で、さらにこちらの鳥峰城も今失陥したところになります。なので、まあ、2つの城を失い、かつ今、鎌場城の攻防戦に状況が推移しているという状況ですので、まずこの鎌場城を、ね、きっちり守りつつ、外交戦略としては朝廷外交を急ぐというところになりますね。で、相変わらず外交で交渉できるところに武田、北条あたりはまだまだ入ってこない。さらに贈り物も、ね、まだ贈れないという厳しい状況がずっと続いていますので。まあ、なんとかこの苦境を乗り越えつつ、次の反撃のチャンスを伺っていきたいなというふうに思っています。では、続きをプレイしていきましょう。まずはですね、城の改修ですね。末盛城を強化しておきましょう。もう鳥峰は失陥するのは仕方ないとして、鎌場を絶対に失わないいいところが条件にはなってきますね。逃げるな、今のうちだ。で、鎌場を守りきれたら、戻ります。急いで各所の防衛に当たりましょう。戻ります。で、今武田が騎乗する。岩村城の攻防戦に入ってきているので、隙を見て鳥峰城の奪還は可能かなとは思っています。で、逆にきっとこの乙葉城を取り返すのは難しいのかなという気もするんですけどね。戦力が整えばというところになりますね。末盛城に軍勢が、まあ、約1万か。末盛城、実はそんなにね、強固じゃない上に軍勢の数も少ないんで、ここは末盛城に対しては勝家の部隊を派遣しましょう。で、キヨスからさらに援軍を出します。関内に1万8200、鎌場に1万4300か。これは防ぎきれる気がしないな。いや、いよいよ厳しくなってきてますね。ちょっと朝廷外交の状況を見ると86か。あと2ヶ月持たせなきゃいけないわけだな。で、鎌場と観音寺か。どうするかな。まず末盛城に関しては信孝の代わりに数正を出して、これで防衛はできるでしょう。となれば毛利高政隊を観音寺に、で、秀長の部隊を鎌場城にやりましょう。今出せる軍勢だとそれが精一杯かな。あと光秀を鎌場へ。で、まあ、最悪牧島城は、まあ、放棄してもいいので、最悪牧島城の軍勢を観音寺に派遣しますか。それでなんとか耐えるしかないですね。あと2ヶ月耐えましょう。観音寺はかなり厳しいな。しょうがない。牧島城は捨てるのを覚悟の上で、牧島から兵1万を観音寺に出しましょう。んで、稲葉山城からは正嗣自ら率いて鎌場城に救援を出します。これでなんとかなるかな。
せしましょう。じゃあ鎌場城の防衛戦に入りますか。いや、もうちょっと兵が揃ってからの方がいいかな。で、犬山城に向けて兵が3400。大垣城ね、大垣城に対して3400で大垣を攻めようってか。舐めた真似をしてくれるな。とはいえこの3400すらも退けるのを苦労するぐらい兵が不足しているんで、まあ、これを1200の救援を清須から大垣に出しますか。厳しいな。で、牧島に15000で、ここは当然だよ。敵が我が領内に向かっております。外交状況を確認しましょう。最新の外交状況で95、次ターンで100に戻るので、まずは100に戻すところからだな。で、末森城は防衛ができるでしょう、このままいけば。で、観音寺もまあ1ヶ月だったら持つかな。で、逆に牧島城は持たないと思うんで、牧島城は放棄。鎌場城も持つでしょうというところですね。やっぱりこの鎌場城がね、どうしてもいつも突っかえちゃうんで、できればやっぱりこの長島、亀山を取って、まあ、観音寺、上音葉、この辺りへ進出するためのもう一つのルートをどうしても確保しておきたいですよね。あとは末森城の拡張かな。金が足りないとなっているので、まず兵糧を売っ払いましょう。御用を受けたまわります。末森城がちょっとこのままだと手狭すぎるので、5段階ぐらいまでサクッと上げちゃいましょう。なんとか1ヶ月間、牧島はもう覚悟するとしても、残りの城が持ってくれれば。逃げるなら今のうちだぞ。敵将捕らえたり。お、北条氏政じゃないか。氏真だね、氏真。こいつは処刑だな。城が取り囲まれました。さてさて、ちょっと待ってね。そうすると今すぐ和解できる状態なので、和解しちゃおうかな。和解しましょう。あー、危なかったな。そしたら全ての兵を返しましょう。6ヶ月間の平穏の日々がこれでまた訪れるので、その間に城の修復と城の改修をきっちり入れておきましょうね。であとは兵糧を売って金を手に入れておきましょう。何なりとお申し付けよ。毎度大きに。で、まあ人をそれなりに雇えそうなので、まあ全員登用しましょう。
まあ今内通とか正直やってるところじゃないからな。9ヶ月後か、正信が次朝廷外交が終わるのが9ヶ月後。なるほど。まずは最優先で城を取り返したいところで言うと、まあ東の守りの要鳥峰か、まあ乙葉城とかですかね。もしくは逆に長島城を取るあたりが、まあその今ね、まあ打てる策かなとは思うんですけどね。あとはまあ水かけを取ってしまって尾張をまあ一旦平丼するか。いずれにしてもちょっと厳しいですよね。まあ、武田がどう動くかというところにはなってくるんですけどね。いずれにしても。ちょっとどうするか考えて進めていかないと滅びの道が開けてきそうな感じがするな。やっぱ武田の動きを考えると、武田が今どこを攻めるか、今川がどこを攻めるかですよね。今川これを見ると飯田城の攻略にかかってるわけだな。で飯田城に対しては、まあ、武田としてもそれなりに戦力はあるのかな。ただちょっと兵力数は言うほどはないですね。ってなると今のうちにやっぱりこちらとしては兵力の回復を迅速に行っていく必要があるな。出るぞ、必ずや勝つ。この信長にご命令を。終始をご確認ください。毛利とは同盟しといてもいいかな。あんまり意味はない気はするけどね。城に関してはどうしようかな。何を作っておけば一番ためになるかっていうところだと、まあ、統治場でも作っとくか。で物見櫓でも建てときましょう。ここはキヨスは一番でかくなりきってるよね。三の丸もできてるし問題ないでしょう。犬山も同じですね。名古屋も同じ。鳴海も7段階まで来てるけど、ひとみちゃんに任せましょう。じゃあで末盛城だよね。末盛城、末盛城は今改修中なのでこれでいいでしょう。で小谷はもうどうにもならないので、まあ、回収に関しては一通りこれでいいでしょう。であとは、まあ、人口を増やすっていう意味ではどうだろう。人所でも建てとくか。であとは配属関係ですね。各拠点にいわゆるその武将の中でも統率が優れている部隊を配置しておきたいので、そこをちょっと重点的に詰めていきましょうか。
大垣城に人がいないな。大垣城に人をちょっと入れたいですね。大垣と釜場、小谷はいいでしょう。観音寺もいい。で、牧島に関してはまあ再三言ってるように最悪捨て石なので、そう考えると清須、犬山、光秀か、出したくないな。そうすると太田道館を大垣城に派遣しましょうか。移動先大垣で、移動元が道館を派遣しましょう。これで大垣城には道館が入ったので、まあ、それなりの強さになっていると。で、釜場城だよな。統率がそれなりに高い武将を入れたいんだけど、小谷には誰かいるかな。ちょっと小谷を見ていきましょう。統率で言うと一番、まあ、藤高は出したくないので、大谷義継を釜場城に移動させましょう。で、釜場大垣も人はそれなりの武将が入ったのでいいでしょう。もう一度おさらいですね。清須は秀長がいるのでいいでしょう。で、犬山城は光秀がいる。末盛城は誰がいるかというと、一益がいるし、利家もいるし、刑事もいるしって感じだな。となると利家をちょっとどっか動かすか。鳴海城はひとみちゃんか。鳴海城ひとみちゃん以外にも勝家がいるんで十分だよね。そうなると牧島城に利家を移動させましょうか。まあ最悪牧島城は捨て石になるかもしれないですけどね。末盛城から利家と刑事2人を出しましょう。で、中止になってしまった内容に関してはこちらで引き継ぎましょう。そうなるとやっぱり攻略目標としては長島城と乙葉城、さらにはこの亀山城、この3つをなんとか奪い取れればもう少し防衛も楽になりそうな感じですよね。で、あと外交状況はもう一度くどいようですが、朝廷外交は、やっていますと。で、あとは交渉がね、どうしてもできないんだよな。じゃ、これでターンを送っていきましょうか。末盛城の兵力の回復をね、迅速に行っていかないと。表情を始めます。終始をご確認ください。ここはね、城の改修を滞りなく確実に進めていきましょう。で、あとは、まあ、人書ですね、人書。
もう人口をねちょっとでも増やしていきましょう。木材がちょっと不足してきて、お金も兵糧も減ってきてはいるけれども、あと3ヶ月間は平穏な日々が続くので、その平穏な日々の間になんとかなんとかって感じですね。お、武田に工作ができるようになってるぞ。これは武田に対して速攻で4ずつしか膨らまないか。ただ4ずつでもいいんできっちり入れていきましょう。武田とこれで結ぶことができれば状況が少しは良くなるはずだ。5ヶ月間踏ん張ればなんとか武田と同盟が組めて、武田と同盟が結べれば、まあ、今川と対抗するためにこの美濃三河あたりでは共闘が期待できますよね。そうすれば西側の守りに専念できるので、少しは状況が改善するでしょうという期待を持って進めていきましょうか。ついに武田と外交の窓口が開いた。末盛城の兵力の回復がいかんせん鈍いな。どうなってる末盛城は。もともと城の規模が小さいというのはあるけれども、それにしてもだよな。これは贈り物を送って一気に信頼度を高めちゃいましょうか。でそうなると一気に毛利にもちゃんと工作を入れときたい気持ちになるな。よし、少しはまともになってきたぞ。そうなると戦略としてはもう明らかに今川の本拠地を潰しにかかる作戦の方に変わっていくな、目的が。少なくてもまずは美濃の攻略ですよね。武田と共闘できるので三河、美濃あたりを奪取した上で、毛利がどんだけ踏ん張ってくれるかだなぁとは。で、毛利が潰れることを見越した上で、そうだな、大友ともちょっと外交の窓口は開いておきましょう。今川とはあと2ヶ月間か。あと2ヶ月間なんとか耐えに耐えて耐えまくれば、いや2ヶ月後だな、2ヶ月後に海戦再び今川が攻めてくるのは明白なので、まあその時に備えて朝廷外交ですよね。あと6ヶ月か。4ヶ月間自力で耐えなきゃいけないわけだな。でその時に最前線になるのが、今までの傾向からすると小谷、鎌場、観音寺。やっぱり兵力が少し回復が鈍いな。稲葉山はもうそれなりに、とはいえまだ半分未満か。どこもかしくも兵力不足だな。ちなみに今の小野家の全兵力が5万5000に対して今川51万、約10倍の兵力ですね。で、武田が25万。毛利も11万。で、大友はというと42万ですね。まあ、対抗できるのはやっぱり北条、武田、大友ぐらいですね。で、これに、
小野家が加わるためには美濃三河の併合、今川からのダッシュはどうしても必要になってくるよな。うん、ちょっと厳しい状況が続きますが頑張るしかないな。出るぞ、必ずや勝つ。何、北条は、北条と武田は、あんまり良くないね。武田と北条が争い始めると、武田と北条が争い始めると全く良くないね、状況としては。武田はどちらかというとね、今川戦線に兵力を振り向けてほしいところだけどな。この信長にご命令を、収支をご確認ください。木材不足か、ちょっと金をかけてでも木材を買いましょう。御用を受けたまわります。今はちょっとでも城の防御力を上げておきたいので。何、武田との間の関係が断絶に戻ってるな。どういうことだよ、贈り物を送ったのに。次の次のターンでは今川と再び相まみえるんで、そのためのちょっと防衛の方法手段を考えておかないといけないな。清洲城稲葉山あたりは兵は1万を超えるまで回復してますね。問題は武田だな。武田が今もう北条と国峰付近で激突中で、こっちに戦力を振り向ける余裕は全くなさそうだな。いや、むしろここは武田と北条が結んで今川にね、反抗してくれるっていうのが理想的な展開なんですけど、それとはちょっと縁遠い感じになっちゃったな。一応ここは武田と今川が小山御坊では戦ってるんだな。まあ、ただ戦場をやっぱりこの辺りに設定してくれないと厳しいよな。身の辺りに戦場をね、設定してくれるとこちらとしても介入しやすいチャンスがあるんですよね。表情を始めます。収支をご確認ください。報告いたします。今川に対して何か工作を打ってもあまりいいことは多分ないんだよね。ただ贈り物は贈れるチャンスではあるので、贈り物さえ送っとけばしばらくの間は攻めてこないでしょう。でその間に工作も打っとこう。で、朝廷外交の状況はというと、引き続き4ヶ月かかるんだなと。金銭不足か。金銭不足だけど、ここはさすがに米はこれ以上売れないな。
よし、一時的に信頼に持っていったので信頼が続いている間は今川との回戦は避けられるな。そしたらこの信頼が続いている間にまずは今川に対して工作を入れていきましょう。で光秀が一番いいのでこのまま継続だな。であと工作が入れられるところはもうないか。武田はどうなってるんだ。武田は武田との交渉がどうにもならなくなってる。朝廷外交は残り3ヶ月、回収はというとまあ末盛城に対して三層天守に入れていくしかないね。よし、一旦勢力は少し縮小してしまいましたけど、まあ、まだ生き残るの道は閉ざされてはいないかなっていう感じですね。はい、というわけで、まあ、30分ぐらい経ちましたので、今回は一旦ここで終わりにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいと思います。というわけで今回はここまで。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。